デルシンさん、500円ありがとうございます、はい、スパチャ失礼します。本日ロードトゥーラフテルで懸賞金上位が発表されたと思うんですが、7位8位が抜けてるのが気になりました。もしかして今回乗ってなかったバギーと別の誰かが入っているのかなと思っているんですが、そこのところを誰が入るのか、懸賞金いくらかお二人に聞いてみたいです。勝分失礼いたしました、うん、7位8位はっきり抜けてるって感じあったっけ。要は6位が3人いるからかな。単純にそうじゃないですか。 1,2,3,4,5,6,7,8,9 そうですね。6位が同列で3人で次から10位になってるっていう単純っていうことじゃないかな。はい、答えでしたね。これは答えでいいんじゃないかな。ロックス、レイリー、ドラゴン、バギー、ハンコック、ミホーク。感覚で懸賞金いくらぐらいか決めていきますか。そうですね。ロックスいくらですかね。ロジャー以下のことは確定してるんで52,3億。53億6,940万ベリーにしておきます。ロックスでね。はい、ロックスで。レイリーっすよ。名王レイリー。レイリーか。それこそ30億ぐらいな気もするけどな。でも船長じゃないですからね。そうなんですよね。ルフィが修行を受けてたっていうことで、レリーも覇王色の覇気をまとう術とかそういうのなんか身につけていたんだろうなって考えると、このルフィが今同じレベルに立ったんだと考えるのであれば3色ぐらいが妥当な気もする。妥当じゃないですか。ちょっと低いんじゃねっていう声も上がりそうな気はなんかちょっとするんですけど、ただじゃあレイリーハイド倒せんのかとかマム倒せんのかって考えると、まあきちいじゃないですか。多分30億ぐらいがルフィが、うんうん、年老いたレイリーに追いついたっていうところで妥当じゃないですか。6位タイ30億。同じ意見でいくわ。あ、それはねって思ったらそれはねって言いますわ。モンキー D ドラゴン、強さだけじゃ測れない部分もあると思いますが、ドラゴンは海賊ではないんで、ロジャーの海賊史上最高額っていう枠にはとらわれないんですよ。だから60でも70でもあり得るわ。あり得るはあり得る。しかも世界最悪の犯罪者って言われてるし、それほどまで世界政府に牙を向いた存在ってそうはいなかったでしょうか、ね、いなかったし、でこんなん放置してたら一番やばい思想を持ってるですからね。こいつの思想に賛同したやつが集まるのだけは避けたいですからね、天竜では、うん、そうそう、直接的に倒そうとしてきてるんで。しかも世界中でクーデターが起きてるし、サボとか強力な部下も従えてるとか、あとは D の一族だの、あとはサボの懸賞金って意外と低いんですよね、はい、確かそうですね。6億200万ベリーですね。6億ですよね。でナンバー2が6億でって見方もするとそこまで上がんない気もする。まあ海賊ではないんですけど、ここで例えば80億とかって言ったらなんかちょっと違和感はあるのかな。ちょっと行き過ぎ気がしますね、それはね。ロジャーよりは低いのかな、ロックスよりは高いのかな。ああなるほど、それいい塩梅かもしれないですね。ロジャーよりは低くてロックスよりは高いってなると55億ちょうどとかか。いい感じじゃないですかね、はい、ちょっとその辺にしますか。55億にしますか。じゃあそうですね、ギリギリロジャーにはいかなかったけどっていう、うん、バギーっすよ。来ました、バギーね。バギーもう今もう主役っすよ、本当に主人公。誰もがびっくりしました。4校であることが確定しておりますと。これは逆に1500万ペリー説があるんですよね、うんうん、だからもう0か100のイメージですよね。バギー振り切った額で 1億に満たないか、とてつもなく上げられてしまっているか。バギーが1500万ペリーでルフィが3000万ペリーみたいなところがあったじゃないですか。30億なんで、はい、バギー15億ペリー説とか綺麗ではありますね、それはね。そのなんか4校としての見え方で全海賊の中でも最も脅威となる存在だっていう立ち位置だとしたら、一番わかりやすい懸賞金っていう指標を低く設定してくるってあるのかな、ちょっと思ってます。ああ、なるほど。政府側の立場になると、確かに脅威になった方がいいんですもんね、4校。そうです、そうです。そういう見られ方をしなければいけない側面もあるんで、高いんじゃないかなって気がする、ね。なるほど、なるほど。1500万ベリーとかではなくっていう。数十億の域。ズバリ何億ベリーいきます、バーギー。42、3億ぐらい。なるほど。もうシャンクスより高いんですね。そうです、シャンクスを超えてしまったっていう衝撃が。なるほどな。大躍進だよ、42億。行き過ぎなのかな、どうなんだろうな。マジわかんないと思うっす。みんなも誰も否定できないと思うっすね、これは。あとこれ聞きたかったのが5位と9位のシャンクスと黒ひげなんですけど、これも今発表されてるのは40億4890万ベリーと22億4760万ベリーなんですけど、これ上がってますよね、多分。同時に。だと思いますね。黒ひげ何億なんですかね、今。黒ひげが街道ぐらい行ってんじゃないかな。45億。から50億ぐらい。そうですね。なんか、いや、そんな感じがしますね。ちょうど50億とか。結局、ルフィに引けを取らない額じゃないといけないんで。シャンクスは、懸賞金上がる動きとかもしそうにないんで、誰かを止めたりとかはありそうですけど、はい、水面下で動きそうなんで、シャンクスはそのままだとして、ピーチが50億、ルフィが30億、バギーが42億、みたいなところが。ハンコック。渋谷の時は8000万ベリーだった。今まあ海賊になってどのぐらい上がってるか、はい、強さで言ったら強いんですけどね、相当。あのメロメロの身の無敵さ、ね、ただ10億とかいくかな。10億な、ちょっとなんかそこが微妙で、ちょっとわずかに届かないぐらいかなって僕個人としては思ってたんですよね。ペロスペルは強いイメージあるしな。だとっすね。10億は若干
ックとやったらどうなるか。勝てなくもない気がするな。スムージーとかそのぐらいと五分ぐらいな感じなのかな。うん、なんかちょっと感覚は近いですね。はいはい。じゃあ9億ぐらいにしときます。ミホークっすよ、来ました。来たよ、ミホーク。みんな大好きミホーク。こいつはもう、バチバチに上げられてんじゃないですか。だって、今回その13億9000万ベリーのキングをゾロが倒したわけですよ。この後にまだミホークとの決戦があるんで、20億台。なるほど。40億レベルはありますかね、ミホーク。結局、単純な個人の危険度だけでは測れないっていうのが加味されて、シャンクスも海賊団で4校で40億っていうのがあると思うんで。たった一人で20億はむしろ異常なぐらいの高さ。いや、異常に高いんですよ、それでも。うわ、いいっすね、ミホーク20億は。20から30億の間ぐらい。これも楽しいな、懸賞金予想。思うですね。伏線の自動生成システムの話していいですか。なんすか、その興味深いタイトル。めちゃくちゃ面白いと思うんですけど、僕個人的に。聞かせてください。じゃあ、やめときますか。いやいや、なんすか。ワンピースって、情報の出すタイミングと量のバランスの感覚が絶妙だと思うんですよ。例えば一番わかりやすいところとかでいくと、頂上戦争で黒ひげが闇の実の他にグラグラの実を手にしましたと。史上初めて悪魔実の能力を2つ持った、はい。この事実に対して、なぜ黒ひげは能力を2つ手にすることができたんだろうっていう謎が生まれますよね。謎 A とします。謎 A の答えとして、これに関しては割とすぐ直後に、マルコから体の構造が異様なんだよっていう言葉があった。はい、実質的な答えと言っていいと思います。謎 A の答え A ダッシュが明らかにされます。このマルコの体の構造が異形なんだよっていう発言があったと同時に、何がどう異形なのか、そしてそれは黒ひげの能力に対しての由来なのか、種族そのものに対してのものなのかっていう謎 B と C が同時に生まれていくっていう、この無限生成システムが小田さんが意識しなくても作られてるっていうことが本当にすげえなっていう。例えば進撃の巨人の単行本を持ってる人わかると思うんですけど、和と和の間に現在公開可能な情報っていうコーナーがあるんですよ。立体起動装置の仕組みだとか、ウォールマリアの設定がどうだとか、その時点までのストーリーで公開できる作者からの情報っていう枠がしっかりあって、はい、それをコーナーが僕めちゃくちゃ好きなんですけど、そういう感覚なんですよ、はい、小田さんがもう圧倒的に俯瞰してて、今このタイミングではこの表現にすることで全部は明かさないけれどもある程度の説明ができるとか、その計算を全部やってるんだなっていうのが伺えるんですよ。なんでそれがじゃあ可能になってるかって言ったら、原作の中で描かれる裏に数十倍数百倍の設定がしっかりあるから、それだけ書く前に原稿に落とし込む前に練られて出してきてるからこそ、情報を出してもまだ先があるんだっていう、はい、今回のロードトゥラフテルの2課の初期設定とかもゾーン系の仕組みからめちゃめちゃ膨大な設定がブワってあって、人を笑わせて苦悩から解放するっていうのをフーズ風に言わせたじゃないですか。あれも2課がすぐ出てきて、2課って何者なんだで A に対する A ダッシュがすぐに出てんすけど、うん、みたいなところっすよね。膨大にあるんで、 C、D って Z ぐらいまで膨大な設定が25年間続けてきて、最初の漫画だったら分かるじゃないですか。開始前にその設定をブワって盛り込んでおいて、スタートしてそういう風にするのは分かるんですけど、25年経ってもまだやれてるというか、どんだけあんのっていう、そのデータベースが。いや、確かにそうなん本当になんか、それこそ第1話に限って話してみても、はい、まだどれほどの未解決要素があるのかって思ったら、はい、とんでもない数になると思うんですよね。神木さんとかとも話してたんですけど、第1話ってマニアックななんとかっていう落語の演目のオマージュなんだよみたいな、はい、我々がまだ解明できていないそういうものもめちゃめちゃありそうじゃないですか、その1話だけ例えば切り取っても。確かにそうなんですよ、ね、例えばグリーンで麦わらの一味の初期設定みたいなのがありましたね。初期設定がで、その中でジンベイが消されてたとか、公式もなんならそのロードトゥラクテルですらも多分全部証しはないと思うんですよ。なるほど。ロギア系の覚醒はどうなんだっていう話とか、今週のやつの6ページ目のところにゾーン系の覚醒とパラミシアと違いってあるじゃないですか。でもロギアについては触れられてないんですよ。消されてるか別のページにあったのかは分かんないですけど、それも設定として必ず考えられてなければいけない要素なんで、どっかにあるはずなんですよ、ね、そこをまだうまく保留してるなって感じました。どんだけあるんだよっていうことっすね。 A っていう謎が出て、 A ダッシュっていう答えが出て、はい、その A ダッシュが同時に B と C の謎になってるっていうのがって今まであって、全部書いていきます。これ本当っすかっていう、信じましょうか野杉さん2人で。僕は信じております。信じましょう。これ信じよう、俺はもう本当に、たとえ誰にバカと言われようと。